竹中直澄は、日本人の実業家、プログラマー。ハンドルネームは、NT。E チケットにチャンネル検索、森田ポコストリアンケートレコミュニ BCCKS など、多くの電子商取引、電子通貨、音楽配信などの設計、システム開発に携わった。福井県鶴ヶ市出身。大阪府立大学総合科学部中退。イレギュラーズパートナーズ取締役。 未来検索ブラジル代表取締役、社長大統領、株式会社東京産業新聞社、代表取締役社長、タワーレコード取締役検査高技術責任者、ナップスタージャパン取締役、2チャンネル IRC 管理人、ニワンゴ取締役などを歴任。現在は、ディジティミニミ代表取締役社長、未来検索ブラジル代表取締役、 東京プラス取締役、武蔵野美術大学非常勤講師、株式会社、BCCKS 取締役、おととい代表取締役、デジタルスタジアムで2003年からキュレーターなどを務めている。1990年代中盤から2000年まで、坂本隆一のインターネット上での表現活動をサポートした。村上隆とも交流があり、 希望の国のエクソダスの主人公の一部は、竹中直澄をモチーフにしている。また川端博人の、在層 UP にも執筆協力をしている。音楽とガンダムと自転車とフルーツを好み、アートに造形が深い。サイバーエージェントの藤田進と同じ、福井県立竹尾高等学校出身である。2009年3月、NHKBS1 の報道番組。 今日の世界でツイッターが特集され紹介された時のコメンテーターである。情報の金銭的価値が目減りすることへの危機感から検索サービスを有料にすることを試行し、その価値流通手段として森タポを実装した。西村博之の反対を押し切ってコードを極めて短期間で書いたようだが、どのような点での反対だったのかは不明である。株式会社。 PTP 創業者の一人であり、全独装置、スパイダー開発のきっかけを作った。2000年頃にメディアアーティスト協会主催で、ムーンライダーズの未発表音源を素材とし、MP3 エンコーダの音質比較実験するという企画を発案し、実行した。2004年に起業したレコミニ社では、SNS と音楽配信を融合し、 著作権クリアランスに対し一歩踏み出したサービスを提案したが、SNS 事業は盛り上がりにかけ、2008年にサービス内容を配信寄りに修正している。しかし、レコミニから弟といと解明した後、2010年現在、CD パッケージの枠にとらわれない HQD と呼ばれる高音質データの販売や、2009年10月に、 音楽配信サービスで購入したデータに所有感を伴わせることへの試みとして、ライフタイムを提唱、デビューとしてツイッターを積極的に取り入れるなど、独特のポリシーを持つ音楽配信メディアとして活動している。また、弟いないで、津田大介、川崎和也、滝口幸子らとともに、ためトークというポッドキャスト番組を持ち、 ネット周辺のトピックについて様々な発言をしていた。HQD に代わり、ハイレゾという用語が普及した2014年頃より、あとは、弟でも HQD ではなくハイレゾを積極的に使って音源販売を継続している。弟の特徴として、ユーザーがハイレゾ音源のダウンロード時に自由に、フラック、WAV、アロックを選択できる点がある。これは、 マスター音源からユーザーの要求に応じてサーバサイドでロスレスデータを生成する独自のエンコードファームの機能を竹中が整備していることによる国内国外を問わず特にアロックでのハイレゾロスレス配信を実現しているストアは珍しく iTunes や iPhone との相性が良くアドバンテージとなっているウェブ上のコンテンツは書きっぱなしのものが多く 今までのメディアで培われてきた編集の良さを発揮する場がない。終わりのないダラダラしたテキストも良いが、これで終わりと区切られた作品も大切。本という形式は数千年耐えてきたフォーマットなのだから使わない手はない。ディスプレイ広告はネット市場では通用しないのかといった様々な問題意識から松本源人や伊藤がビなどと共に2007年に創業した。 入念にデザインされたテンプレートに沿って写真、テキストをはめ込めば誰でも美しくレイアウトされた BCCK を作ることができるサービス。2010年3月よりオンデマンドシステムブックスパンコによる天然文庫の出版を開始している。第三者の BCCK を誰でも購入でき自分以外の BCCK を購入すると販売価格に含まれている印税が 著者に支払われるといった特徴がある。2012年より、1パブ3上位互換の BXML を策定し、書籍の構造上必須な要素を入れ込むことで、電子書籍を完成させるとそのまま紙の本にできるシステムを新しい BCCKS として再構築した。発表会で配られた資料によれば、このプラットフォームによって出版フローの再定義を目指すとしている。 デラックス時代に考える新インターネット、集英社インターナショナル新書 ISBN 978から4から797680805協調、村井淳。ありがとうございます。